ケンゾチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。全員原沢。こんにちは。アンバサダーの田島です。背番号7番の清原です。背番号今日は19番の2人に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。背番号何番だっけ？背番号19番のオチです。背番号7番の清原です。よろしくお願いします。実はなんですが、はい、次の11月17日日曜日の試合がなんとキヨ君なんとどうぞなんとオチなんとなんとホームラストゲームとなります。いやー拍手早いね。シーズン1もね来ちゃいました。どうだったっすかね、ワンシーズン。まだ終わってないですけど、そうですね、あの残り2試合のホームラスト1試合ということで、はい、何時からか知ってますか？13時から13時なんて13時結局相手は佐賀印刷プリンティングとの試合、まあ佐賀印刷今6連勝中っていうことなので、はい、まあ油断しないように、はい、勝ち点差もすぐもそこまで来て噛むねー今日噛むねーね、まあ開幕戦ではね完敗してるんで、はい、しっかり借りを返すつもりで、はい、まあやっちゃいましょう。はい、そうですね。あと、はい、パーマン11月17日日曜日13時帰国金沢市民サッカー場ですよろしくお願いします。で、もう一つ、はい、オチ君、はい、清原君、よろしくお願いします。はい、ですね、はい、千葉県金沢オレンジリボンキャンペーンっていうのを推進しています。はい、推進しています。ストップ子供虐待ということで、はい、ちょっと虐待撲滅運動をね推進していきたいと思うんで、皆さんもご協力ください。お願いします。お願いします。本日の現状現状チャンネルはオチ選手と木原選手でした。どうもありがとうございました。